はい、そうですね、前回は良くなかったんで、また頑張らないといけないです。バッティもなんとか間に合って、そうですね、直前も、まあ、ちょっと一緒に練習する機会もあったので強かったですね、はい。お母さんも前橋にも来られて、そうですね、まあ、しっかり、まあ、対策できるところはしたつもりなんで、まあ、かけてその8秒台だったみたいな。ああ、そうですね、まあ、練習のタイムはまた違う、まあ、レースで同じぐらいで走れるバッキーの戻り具合っていうのは、まあ、どれぐらい感じますか？まあ、まだ本調子ではない感じはしますけど、まあ、レース始まったら多分すぐ戻ると思うんで、特にここは難しい3、3番で、そうですね、極端になりやすい、はい、まあ、いいか悪いかになると思うんで、しっかり気を引き締めて、ここで G1 を勝って、また2回目を勝ってで、まあ、そうですね、まあ、前回は、まあ、たまたまな感じだったので、しっかり攻略できるように考えてほしいです。今は本当に続けてずっといいトレーニングで、そうですね、最近は本当にいい練習ができているので、まあ、それがいい方向へ出れば、まあ、気合が空回りしないように。レースでも手応えも、レースでのタイムも非常に、まあ、そうですね、最近はいいんですけど、まあ、今回から急2位で走るんで、はい、まあ、そうですね、まあ、来年も見越してもあるし、まあ、練習で急2位使った感覚も良かったので、まあ、そこら辺しっかりレースで対応できるように、まあ、それを考えたし、最低 4.15 があった、そうですね、 3.92、はい、セッティングとかもそれはちょっとこう、まあ、でもここは特殊なんで、とりあえずそのまま行ってギアを下げて、まあ、あと3ヶ月ちょいやるんで、まあ、しっかり来年に向けて、はい、出ていかないと。並びも放たれました？まあ、多分、うん、うん、まあ、いつも通りなんと思います、うん、ちょっとワッキーの後ろがもしかしたら競りというか、あ、岩津さんと神山さんでというのもありつつ、まあ、やるかやられるかがドリームでワッキーと、まあ、並びも関係なく自由で頑張ります、はい、ありがとうございます。